鶴仙公園は津山市にある歴史公園である。明治の廃条例で民間に払い下げられていた津山城の中心部を当時の津山城が町遊とし、1900年に鶴仙公園として公開した。津山城市鶴仙公園とも言う。こち名としては鶴山だが、城の通称及び公園名は各山である。 平山城だった旧津山城の主要部分を整備した公園で、石垣の連なりは地上から45メートルに及ぶ。公園かごに植えられた約1000本の桜が花開く、季節には津山桜祭りが催され、夜間ライトアップもされる。日本桜名所百選にも選ばれ、西日本有数の桜の名所として知られる。 公園内は桜をはじめ四季折々に様々な花が見られ、11月には津山城もみじ祭りが行われる。津山城跡を整備し1900年以降、鶴仙公園として開放、1963年9月28日、国の文化財保護法による史跡に指定された。天守閣などは1874年の売却後、直ちに取り壊されたが、本丸、 二の丸三の丸の石垣は、ほぼ完全な形で残り、当時の面影を伝えている。表鉄門跡付近から上等地区を見下ろす千八百七十三年の海上令以降、桑畑と雑草の広がる荒れ地となっていた。千八百九十年本丸西北にある、腰巻櫓の石垣が崩落したことを受け、津山城跡保存の機運が高まり、千八百九十一年には、 鶴仙城市保存会が設立された。木内は、国有地、県、有地、私有地が混在し、同保存会は、勧有地拝借による保存を模索したが、許可を得ることができず、公園整備には至らなかった。津山町は、用地問題の解決に向け土地の取得を続けるとともに、1899年には、県有り地が無償で払い下げられる。 1899年から1900年にかけて、残る一部の私有地についても取得が完了し、1900年春、津山町の管理のもと、鶴仙公園が開園した。鶴仙公園の開園を機に、整備のあり方を検討する公園委員が津山町議会に組織され、1902年には、ボタン桜とソメイヨシノなどが試験的に植樹された。その後、 日露戦争の帰還兵が苗を寄付したことを契機として、植樹が進み、1915年と1928年の2度の五体天記念植樹で、約2000本の桜が植樹され、前山が桜で覆われるようになった。これらの植樹にあたっては、1905年に津山町議会に初当選を果たした福井純一が資材を投じるとともに、寄付集めを行い、 その中心的な役割を担った。本丸御殿の南に位置し、その名は森忠政の娘婿である池田美中守長行に由来すると伝えられている。築上400年の記念事業として復元され、2005年春から一般公開されている。津山文化センター前1765年には五代、藩主、松平光際の時代に、 津山藩藩校として学問所が設けられた。1870年には学問所から修道館に改称し、1871年の廃藩によって廃校となった。その後は、北条県立中学校の校舎、教立小学校の校舎、区務所、軍役所、幼稚園、私立学校、町立高等小学校、県立中学校、 県立女学校など様々な組織がこの建物を使用したが、1904年に鶴仙公園内に築され、鶴仙館と名付けられた。1873年の廃条令により、城は撤去され、跡地は勾配された。本丸や二の丸、三の丸跡には桑や茶が植えられ、この事態に遭遇した旧藩士たちが、この地が城であったことを後世に伝えるために、 1877年、本丸後に、鶴仙城市費を混流した。もみじが色づいた鶴仙公園1936年の産業振興大博覧会鶴仙公園では、過去3回博覧会が行われた。岡山県大百科事典外館産業新聞社、1980年225ページ、津山城の港、津山市おすすめ、観光スポット、津山市。 津山市観光協会、2016年、2ページ、ルルブ情報版岡山倉敷ヒルゼン16、JTB パブリッシング、2015年、74ページ、津山城、公益社団法人岡山県観光連、2017年11月26日閲覧、2017津山城もみじ祭り、2017年11月26日閲覧、 思い出小箱津山の岡山県津山地方振興局、1992年、3ページ、津山城100分六津山市、2009年、230から251ページ、津山市編纂委員会、津山市第七巻津山市、1985年、年表13用新聞2011年10月4日、24ページ、 津山朝日新聞2017年11月24日1ページ、11月27日1ページ、日中矢倉復元整備基本計画書津山市、教育委員会 ABCDFGH e 福田、ケモン、石の声、美まさ文学費、美まさ観光連盟、2006年 a b e は下、佐藤助、津山藩、シリーズ藩物語現代書館、2017年、 112から113ページ、津山市市編纂委員会、津山市市第7巻津山市、1985年、217ページ、津山市市編纂委員会、津山市市第6巻津山市、1980年、281ページ、津山市百分六津山市、2009年、248から249ページ、津山市暮らしの便利町津山市、2009年、 26ページ、山陽新聞2013年5月27日25ページ。ありがとうございます。